を迎えます。こちらは3歳未勝利芝の 1800m16 頭の争いです。モズロックンロール3倍ちょうどで1番人気です。新潟競馬場第5レース3歳未勝利芝の外回り 1800m メンバーは16頭です。依然として細かい雨が降り続いている新潟競馬場、肌寒い陽気となっています。ゲートインは2コーナーを回り切ったところ、順調に行われています。4番セイウンシリウス入って、これから6番シャンディエン、ゲートの中待っていた最後16番イレンカ、芝ダートともに不良のコンディション、収まって全馬ゲート入り完了。スタートしました。少しばらついたスタートになっていますが、まずは2番サクラアザレア、並んで4番セイウンシリウス、前2頭、3番手は10番ドゥフレーシュ、その後ろから9番カズボニファシオ、内は8番 YYQ と固まって、直後に12番オーグメントコード、そのうちには6番シャンディエンが続いて、最内は5番ナムラエルガス、1馬身半後方中段より後ろに13番モズロックンロール、さらには14番フロールが続いて、そのうち16番イレンカが入っていきます。さらには2馬身離れて7番アッシュフォード、4馬身後方に11番ファイヤーバード、その後ろに15番クレメンティの内側から1番ロードアスタリスク、最後方5馬身ほど離れて3番ベルストックの展開です。3コーナーを回っていきます。線を切って先頭2番サクラアザレア、リードは4分の3から体半分、12番オーグメントコードが2番手、3番手4番セイウンシリウス、前3頭1段で 3,4 コーナー中間、前から4頭目9番カズボニファシオ、最初の 1000m は1分1秒8の通過、これから4コーナーを回っていきます。前は2番サクラアザレア、リードは体半分、2番手4番セイウンシリウス、3番手馬群の内側8番 YYQ と、さらには12番オーグメントコード、馬群の中に入っていく9番カズボニファシオ、直線の攻防に入ります。まもなく内回りとの合流点ですが、先頭4番セイウンシリウス、リードは体半分先頭に変わった、その外からは13番モズロックンロール、前に迫っていく2番手に上がった、3番手争いは2番サクラアザレア、そして5番のナムラエルカスです。200を切って先頭4番のセイウンシリウス、追いすがっていく13番モズロックンロール2番手、あとは大きく開いて7番のアッシュフォード、3番手に上がれるかどうか、内は15番のクレメンティ、前は4番のセイウンシリウス、ゴーリ、2着は13番モズロックンロール、3着は15番のクレメンティの順番です。結局ゴール前振り切った4番のセイウンシリウス、鞍上長島真奈美騎手、今日2勝目です。タイムは1分52秒7、追いすがった13番モズロックンロール及ばずの2着、3着は15番のクレメンティ、タイムは1分52秒7、上がりタイムゴールまでの 800m は50秒9、 600m は37秒7です。馬場の真ん中2頭の競り合いはゴール前もう一伸び、4番のセイウンシリウス、4戦目勝ち上がりです。鞍上の長島真奈美騎手は3レースに続いて今日2勝目です。人気を集めた13番モズロックンロール、中段から追い上げるも最後は及ばずの2着、4分の3馬身及ばず、この2頭からは大きく離れて3着は15番のクレメンティ、そして7番のアッシュフォード4着、5番のナムラエルカス内を通って5着です。第5レース3歳未勝利、1着4番のセイウンシリウス、2着13番モズロックンロール、3着は15番クレメンティ、4着7番アッシュフォード、5着は5番のナムラエルカスの順番です。第5レース確定までお待ちください。新潟5レース勝ちましたのは4番のセイウンシリウス、長島真奈美騎手、今日3レースでも勝ってますので今日2つ目となります。最後差を詰めていった13番モズロックンロールが2着で、離れた3着今日が初出走、15番のクレメンティでした。4番13番15番、2番人気1番人気6番人気です。単勝4番 3.4 倍、枠連27 6.4 倍、馬連4番13番 6.6 倍、馬単4番13番 12.4 倍、3連複4番13番15番、
38.4 倍、3連単4番13番15番 136.2 倍です。確定までお待ちください。